ラブリッチェ。どうも平成ヒッピーです。今日はこの金色ラブリッチェというゲーム、今度ね2020年3月27日にプレイステーション4で発売するんだけど、それに先駆けて PC 版体験版トライアルバージョン金色ラブリッチェをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。プロローグ。黄色だな。その黄色が全ての始まりだった。あの箱の中にあった黄色が黄色の時の始まり。それあげるよ。いいの？イチ、ありがとう。イチ、俺はそれであの子と話すようになり、俺と彼女の初恋が始まった。俺の名前がイチなのかな。そう、俺はただ金色を求めていたのだ。金色、何者にも侵されない無垢な輝き、一片の曇りもないそんな存在でいたかっただけ。じゃあどうして俺たちを裏切ったんだよ。オーロくん、どうして。何者にも恥じないそんな時を歩みたかっただけ。別にカッコつけたかったわけじゃない、そんなつもりじゃないんだ。だから捕まってろ。こんな状況になるなんて思わなかった。誰にでもあるだろう、場の勢いってやつが。その場にいて多分正しいと思うことをしたら思いもかけない状況になることが。決してカッコつけられたわけじゃなく、ただその場の勢いに流されただけ。金色でいたかっただけ。結果としてドレス姿の女の子を抱えて街中を疾走しているだけなのだ。あ、ちなみにこのゲームね、完全に18禁のゲームです。うん。待て、待ちなさい君。止まれが、じゃあ追ってくんな。あらあら、もうハテナの人物が多いな。誰にでもあるだろう。いや、金髪美少女のお姫様抱っこして逃げるなんて状況は珍しいかもしれないが、でも誰にだってあると思う。その場の勢いに流されること、その場その場でカッコつけてしまうこと、考えなしにその時一番金色の選択をしてしまうこと。ちょっとかっこいいな。俺も金色の選択をしていこう。ちなみにどうしてこんなことになったかといえば、話しなさい。街を散歩しているとそんな声が聞こえて、話して、私にはやらねばならない使命があるの。時こう声の出所を探すより先にドン、ぶつかられたと失礼。いえ、こちらこそ。ん、一目見て可愛い子だと思った。うん。そして可愛い以上にインパクトの塊みたいないでたちだと。どっかの式場から逃げ出してきたのか、きらめくシルクのドレス、頭には重たげなくらい宝石の編み込まれたティアラ、顔つきはもちろんスタイルも完璧。何よりそのどこかのおとぎ話にしかいないような金色の髪に目を奪われた。太陽のように金色の長い髪。そして次の瞬間には、お待ちください。俺は、正確には俺にぶつかった女の子は10を超える黒服の男たちに囲まれる。女の子は男らに敵、うん、の目を向けており、男らは明確に俺を警戒しながら近づいてきた。こっちへ来なさい、おとなしくして。おかしな動作をするなよ。あんな物々しい様子でいきなり無礼な言い方をされれば俺だって向こうを警戒するし、特に寄ってきた男が胸元に手を入れ黒い何かを取り出したとき、来い。あ、すごい男気の塊みたいなやつだな。俺は彼女の手を引いて逃げたことは間違ってなかったと思う。まあよくよく考えれば、銃社会でもない日本で胸元から出したからって銃を疑うのは早計だったし。マルタ一個も至急応援を頼む。出したのはトランシーバーだったかもしれないが、とにかく逃げた。乱暴そうな男たちに追われる女の子、誰だってまず擁護保護するだろう。だから俺は何か間違えたとは思えないし、走れないのか。ごめんなさい、ヒールが高くて。もっと動きやすい格好で外に出かけろ。長いスカートを持ち上げてみせると、確かに走りには向かないピンヒールだった。
えい、捕まってろ。ピンヒールで走って怪我したら大変だ。こうするもん当然のはず。だから俺は至って当たり前のことを流れというやつに従っただけだと思うのだが。待てー、姫様を話しなさい。黒服いすぎだろ。137って多いな。びっくりするほどすごい事態になってきた。黒服は最初の人数からあっという間に商店街を埋め尽くすほどの数に増えている。このままじゃ体力切れでいずれ追いつかれるだろう。てかそもそも俺逃げてもよかったのか。この子がまるで抵抗しないあたり間違ってはないと思うけど、念のため聞くけど、君あの人だから逃げてたんだよね。逃げたいんだよね。ええ、そうね。今捕まるわけにはいかないわ。本人が言うならいいかと。体力勝負じゃまずい。かく乱するためにも道を折れて路地裏に入った。終わった。数の多い連中が詰まっているうちに、突っ切るぜ、捕まってろ。え、一気にスピードを上げた。捕まってろはカッコつけたか。だいぶカッコつけたな。まあいいさ。シルビー、デラックスメロンパン買えた？わー、ギャルだ。名前もギャルだ。あれ、ぜえぜえ。大丈夫かしら。ちょっと疲れたかな。お待ちください。クソしつこい。隠れるところはないか、この辺りに。どっか路地裏に入り商店街抜けたせいか、浜松湖の方に出てきてしまった。参ったな。見通しが良くて道もない。追われる側には最悪の地形に入ったぞ。隠れるところ、一つ心当たりがあるけど。どこ？あちらよ。おし、導かれるまま湖の方へ。こっちは浜松湖のほとりにある丘に入った。茂みが多くて隠れるのには良さそうだ。広ひいひい。あの、ここまで甘えてしまって恐縮だけど、私一人で走れるわ。ピンヒールなのに。でもその靴じゃ。俺の手から降りた彼女はパチッとウインクして、ポイポイ。当たり前のようにヒールを脱ぎ捨てた。長いスカートをたくし上げてギュッと雑に結ぶ。さあ行きましょうか。おおう。シルク製の綺麗なソックスが汚れるのも厭わず、スカートをかぼちゃにして奥へかけていく彼女。おてんばさんって古い言葉が浮かぶ。うん、死後だぞ。そうそう、忘れてた、自己紹介しなくちゃ。あ、やっとか。シルビアよ。シルビアルックスクラウン。シルビアルルクスクラウン、思いっきりお姫様貴族っぽい名前だな。ああ。全力疾走しながら笑顔で自己紹介してくれた。顔見りゃわかるけど、やっぱり外国人らしい。ああ、ここは日本なのかな。スカートの端を持ち上げて頭を下げるのが優雅だ。シルビーと呼んでちょうだい。オーロだ。一松オーロ。市松オーロ。オーロ下の名前だったのか。オーロ、素敵。私の国で黄金という意味だわ。ああ、もう俺の名前自体が黄金だったのか。そいつはどうも緊張感のない子だな。誘拐犯に追われてるっつうのに。まあ誘拐犯じゃなくて、どうせあれでしょ、お城のなんかやつらじゃないの、部下的な。ともあれ、ぐんぐん道を進んでいく。ところでこの道どこに続いてるんだ。そもそもこの何もない丘にどうして道が。は、到着。門、学校。数年前まで何もなかった丘の奥にはでっかい敷地が取られていた。豪勢な門とそこから連なる高い塀。奥にはなんかこの日本には似つかわしくない洋風の宮殿みたいな建物が見えるが、少なくともこの建物が何なのか判断するのは、門の横に立ててある看板に従うべきだろう。私立ノーブル学園。あ、学校だ。ノーブル学園、ここだったのか。ご存知？一応この町の住人なんでね。すっごいお金持ちの通う学校ってくらいしか知らないが。
開校からまだ数年なのに日本の政治家官僚の何割かが子供をこの学校へ通わせてるとかでニュースになってた。この町にあるとは聞いてたけど、そういえば最近も名前を聞いたっけな。確か4月ぐらい？どっかの国のお姫様が今年から入学することに決めたとか。シルビア王女がさらわれただと？びっくりした。向けられれば尻餅をつきそうな運勢の勢いとともに女が一人出てきた。ごめん、漢字が読めなくてごめん。開ける時間が惜しいのか締め切られた門を飛び越える。おいおい、高さ3メートルくらいあるぞ。女は手にした携帯に怒鳴りつけながら、即刻市内全域を緊急隔離。この国の警察は当てにならん。鬼神派ダイゼル部隊を動かせ。言い訳はいい、今そちらへ行く。待っていろ。あら、エル、お出かけかしら。はい、シルビー様、緊急事態です。今シルビー様がさらわれたと。は？ん？エキスナ、ボラルコーチェ、こちら現在学園の門の前。シルビーさ、シルビア王女がいらっしゃるのだが、私をからかったのではないのだな。わかった。お前たちは後で始末書を出すように。わ、こんな王族だか貴族にも始末書あるんだ。やだな。姫様。何をピリピリしているの？おかしなエル。誘拐されたと聞き、心臓が止まるかと思いました。胸がすごい。俺もよくわからない。ただ俺の直感が正しければ、この人にとって俺の立場はよろしくないだろうことか。貴様が誘拐犯か。うわぁ、スパーン。あ、スパーンは音鳴ってたから読まなくてよかったわ。ほら、ふん。慌てる間もなく俺は投げ飛ばされ、地面でしたたかに頭を打つことになった。がっちり腕を決められて捕獲されたが、投げられた時点で目を回してるからどうでもいいな。遠くなる意識で思う。俺はただ金色でいたかっただけなのだ。困っている女の子がいれば助ける、そんな最低限の存在でいたかっただけ。まあその結果がどうにも間抜けな逃亡劇を演じた上、女の子に KO されるというかっこ悪い結果になったわけだが、かっこつけるのも大変だ。おい、まさか終わるなよ体験版。あ、終わんなかった。シルビア様、シルビアル・クルス・クラウン、ソルティレージュ・シスア様。投げ。誉れ高き、ソルティレージュ王国王家、シスア家のご息女であらせられる。お姫様なんだ。日本風に言うとそうなるわね。ソルティレージュ国の第九王女、すなわち我が祖国、ソルティレージュの司法とも呼ぶべきお方なのだが、そのことは知っていたか？知らん。そうか。ではひとまず腕を取るのはやめよう。ボラルコーチェ、剣を離せ。あ、すごい、こうなってたんだ今。はい。ぐるぐる巻きで縛られた俺に押しかかり、右腕にでっかいサーベルを乗せていたじいさんが離れる。もうエルったら、ボラルコーチェにエキスナも誤解だと言ってるでしょ。ああ、もっと言ってやってくれ。さっきから全勇気を総動員してちびりそうなおしっこを我慢している状態だ。あのあと目を回しているうちにぐるぐる巻きにされ、学園の一角に連れ込まれた。追いかけてきた黒服たちが集まってきて、室内だけで30人強、外も100人近くに包囲されており、逃げ道はゼロと言っていい。あの数を振り切った俺にムカついているのか、黒服連中の目つきは厳しかった。100人から逃げれるって相当な逃げ足だな。俺の味方は、彼は私が襲われていると勘違いして助けてくれた、それだけよ。彼女くらい。お姫様だけあり、黒服どもから気を使われている子が味方なのは幸いだが、しかしシルビア王女、そう見せかけて本気でたばかる気だったかも。あ、それはあるかも。あんまり頼りにならない。戦闘、黒服の戦闘に立つ人の視線が怖かった。この人だけはシンプルな黒服ではなく不思議な服を着ている、うん、不思議なというかエロい服を着ている。ゴムだろうか、高難自由な素材で継ぎ目をあつらえ、動きを阻害しないようにしつつも大きく金属のプレートで目を見守った。鎧だよなこれ。ってことはやっぱりあの腰から下げてる細い筒は鞘、剣を持ってるってことだよな。怖い。何です、ジロジロと見て。いえ、
その件は本物、聞きたいけど答えが怖い。エルは美人だから殿方は見ちゃうわよね。うん、絶対見ちゃうぞ。美人じゃないとしてもその胸は見ちゃうぞ。シルビー様、そういうこっちゃない。まあ美人ではあるが。あ、紹介するわオーロ。こちらこの駅舎のエロイナ・ディ・カバレロイスタ、エルと呼んで。あー、もう名前にエロが入ってる。私のそうね、一番のお友達よ。はあ、どうも。エロいな。いや、名前には突っ込まないでおこう。刃物を持ってる相手だし。ごめん、先に突っ込んでごめん。それでシルビアさん、さん様と言った方がいいらしい。そんなかしこまらなくて結構よ。気軽にシルビーと呼んでほしいわ。じゃあシルビー。あ、様、うん、王族、ファンタジーから抜け出してきたような言葉だが、実際世界には割と溢れている制度だ。日本にだって皇室があるし、なんなら民主主義と言いつつ、明治維新以降の政治家はみんな一族で権力を牛耳る王族みたいなもんだし。ソルティレージの名前も聞いたことがある。欧米で、北欧で、国土は小さいながら EU 内の輸出入製品に絶大な影響力を持つっていう小さな大国。ネットのニュースサイトで見たけど、王室が欧州切っての親日派なんだっけ。最近も王女様がこっちの学校に留学してきたとか。あ、それがシルビアさんか。とにかく君が王女で、で、この人たちはボディーガード的な。ええ、みんな私の頼れる護衛従者よ。我らはソルティレージ王室を代々お守りする騎士院のものだ。騎士、それまたファンタジーな単語が飛び出したが、なるほど、エルさんは見るからに騎士っぽい格好をしている。他の黒服たちもよく見ればビシッと服を着込んで、現代のナイトって感じの規律正しさだった。どいつもこいつも誘拐犯って顔じゃないな。早とちりした俺がバカだった。騎士院のみんなはすごく優秀なのよ。交通網とともに外交の広がった20世紀以降ですら、王室に危険が及んだことなんて一度もないくらい。歴々の誇りを汚さぬよう我らも精進いたします。だから私も安心なの。私は王室といっても第9王女、王位継承権にはだいぶ遠いのだけれど、でもみんな私の護衛のために家族を国に置いて日本語までマスターしてついてきてくれたのよ。大変だな。日本語まで覚えてこないといけないって大変だな。我らはソルティレージュに忠誠を誓った者。相当給料いいんだろうな。シルビア様のお身のためならば、国境の壁などあってなきがごとく。シルビア王女万歳。王女様万歳。えっへん、えらいカリスマだ。身分がどうのでなく、黒服たち全員彼女に心酔している感じ。日本人としてはピンときにくいけど、王族と護衛ってのはこういうものなんだろう。だからこそ気になるのは、じゃあなんで揉めてたわけ。街中で言い当てたら心配にもなるぞ。ね、あれはそうでした。それも聞かないと。シルビー様、お昼休みに学園を抜け出してどこへ行かれていたのです。お昼休みに学園を抜け出すのは不良だぞ。なんか気まずそうに目をそらすシルビアさん。お昼休みぐらい、あ、学園やぞ。王族だの騎士だのファンタジーな人種から急激に日常学園漫画なセリフが。確かなことは申せませんが、シルビア様が常々近くのパン屋のメロンパンに興味をお持ちでしたこと、本日突然昼食はいらぬと申し出しましたこと。あ、めちゃくちゃ可愛い理由。昨日そのパン屋が美味しかったと話されていた語学友のキサキ様と一緒に抜け出していたことに鑑みますに。シルビー様、え、それで抜け出したシルビア様を追跡し、見つけまして戻るようお伝えしたところ、予想外に抵抗されたのでございます。市松さんが来たのがちょうどそこですね。カッコつけて飛び込んだのが今さら恥ずかしくなってきた。だってまだ変えてなかったんだもの。あと30秒待ってくれればよかったのに。昼休みとはいえ学園を抜け出すこと、加えて買い食い、どちらも学則に違反します。ブー、メロンパンくらい帰りに買いに行けばいいじゃん。あのお店のメロンパンはすごい人気なの。3時を過ぎたらほぼ売り切れちゃってるのよ。あ、じゃあ昼休み行かないとダメだ。買いに行くのが難しいというお気持ちはわかりますが、だったら駅スナにでも命じればよろしいのでは。あ、その手があったわね。俺はなぜ今拉致されてぐるぐる巻きにされているんだろう。
ものすごい苦労とろーにぐったりしながら、まあ俺が何をやらかしたかは分かりました。要するに触れちゃいけない世界にカッコつけて飛び込んだわけだ。俺はやっぱり誘拐犯ってことになるの？そうなります。ボラルコーチェ、凝血剤の用意はできていますか？腕は落としても命までは取らぬように。心得ております。ちょっと待って、状況は分かったが刃物が出てくるのは勘弁してほしい。爺さんも物騒なサーベルをしまってくれないし、こっちのしたことが誤解なのは分かったよ。でもそっちだって誤解してるって。俺はただその子のことが心配だったんだって分かるだろ？そうよ、みんなオールはいい人だと思うわ。もっと言ってやってくれ。こんなことで片腕持っていかれるなんて困る。シルビアさんも協力してくれるので黒服たちは乱暴には来ないが、ことはそう単純ではありません。はい、我らもバカではない。誤解であろうことは分かっています。だがあろうで判断するわけにはいかないから、現在機構の身の上を精査しているところです。ん、精査って？現在まで入っている情報では、名前は市松王子、オーロ、ロはそのままロ。失敬、市松オーロ殿。いい名前よね。縁起が良いですな。王子ならもっと縁起が良かったんだけどな、王子って感じで。ああ、英語で言うプリンスを日本では王子というのだったわね。どうでもいいけどさ、それよりすでに名前を漢字が分かるまでしっかり調べていられるのが気になる。エルさんが見ている書類には文字がびっしり。まだ30分ほどなのに俺のプライベートはどこまで調べられたんだろうか。市松王路、宗教的、経済的に特に危険思想らしき面は見られない。幸いガチで聞く耳を持たないとかではないようだ。ボディーガードとして俺が王室誘拐なんて企む人間じゃないのを確認中らしい。確認中なら腕を切り落とそうとするな。助かる、俺はごくごく平和な一般庶民、どこにでもいる青少年だからな。先日インターネット通販で父親のパスを使って18禁のゲームを購入しています。ああ、これは悪い子だ。黒木バラの姫騎士ローザ、クッコロセ、純真な姫は多くの種汁など屈しない。何ですこれは。ガチガチの定番の多くと女騎士ものじゃん。種汁？王族の情報収集力ってすごい。女性を凌辱することを主題に置いたゲームですな。貴様、シルビア様に近づいた理由はそれか。誤解だ。俺のどこにでもいる青少年な点があだになった。王女にその乱りがわしいことをしようという思想はあるのだろう。そりゃごく一般的なレベルではあるけど、思想ってほどじゃねえよ。あとそれ姫騎士ものだから、姫騎士における姫はおまけ、メイン属性は女騎士だから。は？あ、女騎士相手に言うことじゃなかった。誤解だ。ねえエキスナ、凌辱って何？知らない日本語だわ。不明です。日本語は難しいですね。調べちゃダメですよ。ボラルコーチェ、嫌疑はいかほどです。この男は腕を取るべきか。勘弁して。まあまあ落ち着いてください部隊長殿。若い男のこと、これぐらいが俗というものです。幸い爺さんが間に入ってくれる。それにこのゲーム、なかなか評判がよろしいようですぞ。ほうほう、シナリオ担当はチクタク塾。良いご趣味をされてますな。これ本当にあるゲームとか会社なのかな。この爺さん詳しくね。人気に押されてという面もございましょう。これだけで人格を判断するのはいささか乱暴かと。まあいい、まだ嫌疑は不十分としておきます。年の子というやつか、落ち着いてくれた。父上の ID を使うのはいかがかと思いますが。絶対親にバレるだろう、クレジットの履歴とかで。それはすいません、これも青少年の常なんです。他には特になし。調べられた範囲では特に怪しい部分はなかったようだ。書類を伏せる。なんだ。けど嫌疑は晴れず、今度は没収された持ち物に目が行く。ポケットの中身は全部漁られている。財布、スマホ、家の鍵と、あら、チョコボール。さっきコンビニで買ったんだよ。何の変哲もないお菓子だぞ。あ、いいわねチョコボール。
私も大好きよ。でも変ね、パッケージが赤いわ。いちご味？おかしい、チョコボールはナッツとキャラメル味しかないはずです。違法な薬の梱包にお菓子を偽ったパックを使うのは運び屋の常套手段。日本には普通にあるよ、いちごも抹茶とかもな。海外への輸出は種類が少ないかもだが。そうなんだ、はあ、10年ぶりの日本だけど知らなかったわ。あ、昔も来たことあるんだ。ねえオーラ、お一ついいかしら。どうぞ。おいしい。姫様、いけません、ペッしてペン。だんだんコントみたいになってきているが、俺はぐるぐるに拘束され、でかいサーベルを隣に置かれたままである。久しぶりね、チョコボール。昔からお好きでしたの、そういえば。ジーヤにはよく無理を言ってたくさん買ってこさせたわよね。あ、ジーヤだったんだ、あの人。私この子大好きなの、キュロちゃん。かわいい。あ、完全にキョロちゃん。パッケージの丸いひよこみたいなやつをつく。お気に召してくれたようで何よりだ、状況はともかく。2粒食べた、それを俺の持ち物のところに戻し。ねえエル、私やっぱりどう考えてもオーロが悪い人だとは思えないわ。そうだぞ、うん、だってあんなに楽しかったのは初めてだもの。殿方に連れられて街を逃避行だな。ああ、もうシルビア完全に俺のこと好きだな。まあ、逃避行ってなんか照れる言い方だな。まあ悪い人でないというのは根拠のない直感だけど。まあでも直感が一番大事だったりするからね。まず彼とあんなことになったのは私が彼にぶつかりに行ったからよ。みんな見ていたわよね。はい。それに誘拐犯なら逃げ道くらい用意するでしょうに、私に言われた通りこの学園へやってきたのよ。それも途中から私を離して一人で走らせて。はい、これが証拠よ。スカートを軽く持ち上げる。コンクリートを走ったせいで穴が開き、ボロボロになったソックスが見えた。以上。こんな愉快な誘拐犯さんがいるかしら。そうだそうだ。助かることに物腰は穏やかながら理路整然と弁護してくれた。このお姫様、さっきからポヤポヤしてるけど頭はいいんだろうが。シルビア様、ですからこれはそう単純な問題ではありません。しつこいなこいつら。え、何？完璧な弁護だったと思うぞ。何せシルビアさんだけでなく周りを囲む黒服全員が証人になるんだから。だが、シルビア様のおっしゃることは最もではある。思想背景の調査は途中だが、これはもう形骸的なものだと考えていい。姫騎士の件はともかく、そこはすいません。問題は事実として、貴公の手でシルビア様が我ら護衛を務める騎士院から強奪されたことにあります。おい、それはお前ら騎士院の不甲斐なさゆえじゃないのか。例えば貴公が花屋から花を盗んだとしよう。わざと一輪ポケットに突っ込んで店を出た。これは紛れもなく罪です。ですがふと落ちた花が一輪ポケットに入ってしまい、貴公が気づかずに店を出る、これもまた罪であることに変わりはないのです。うぐ、そう言われると。無論花屋のことであれば、気づいた時点で引き返し現物を戻せば罪には問われまい。だが王族に同じことをすればそれは極刑に値します。まあ日本でも小さい子をさらったやつが後から間違えちゃいましたって自首しても、少なくとも警察は出てくるだろうな。向こうの理屈は分かった。我ら騎士院の伝統に従えば、王族をかどわかした者の刑罰で最も軽いものは利き腕の没収です。いかがかな。勘弁してほしいです。理屈は分かったけど、命や腕を持ってかれるのは嫌だぞ。私も嫌よエル、腕を取るなんて血がすごく出るわ。シルビー様ならそうおっしゃられるでしょう。ですがエキスナ、公安はどうなった。公安、もういいと言っても市松さんの情報をどんどん送ってくる。収まりそうにありません。あなた2週間前にもエッチなゲームを買ってるわね。やりすぎじゃない。やりすぎだぞさすがに。でも2週間あったら普通に次のやつ買いそうだな。クリアしてそうだな。普通だよ。ってちょい待ち、公安って警察の公安？ああ、貴公が逃げた時この国の警察も同時に動いている。貴公のしたことはれっきとした国際問題ですからな。
確かに留学時の取り決めで王族に気球の事態があれば日本警察は超法規的に我々に裁量権を委ねるため現時点で気候の身は我々に委ねられています。だがシルビア様のおっしゃる通り気候を無罪放免とすれば今度は日本の公安が気候を捕まえることになる。超法規的措置を放棄するわけですからな。当然今度は日本の警察が裁きにかかるわけです。なんかいつの間にか大事になってたぞ。なんでそうなるのよ。我らが超法規的な存在、つまり日本警察の関与しない存在だからです。超法規的ってかっこいいよね。でなければ公安は対面上気候を取り囲んでいる我々を拉致暴行未遂としてしょっぴかねばなりませんからな。確かに俺が無実ならこの状況はリンチ、囲んでいる側の犯罪である。我々と日本警察は裁量を共通しないわけです。我々があなたを無実にしても日本警察はあなたを無実にはしません。もう終わったじゃん、積んだじゃん。国賓への拉致誘拐事件の容疑者、それが我々の裁量を外れた時点での日本警察にとってのあなたの立場です。警察からも無実ってことにはならんでしょうな。あなたが国賓を捕まえて逃げたのは確かですから。おう、日本の刑法には詳しくない。他国の王室に誘拐の嫌疑がかかることをしたことで機構にどんな罪状が課せられるかは知らない。しかし日本国の対面上国際関係を重視して誘拐犯のことは最低でもシルビア様がご卒業され国に帰るまでの間は外に出さぬでしょうな。取り調べの形でシルビア様ご卒業まであと1年半、特例措置として延々交流延長し続けて罪状どうするかはその後ね。勘弁してください。交流ってあの牢屋のある部屋に入るやつだよな。完全に一人ぼっちで少年院暮らしより辛いっていう。人生が1年半削られるのすらきついのにそんな生活絶対に嫌だ。しかもな、18歳だか7歳だかそこら辺の1年半が削られるってもうおしまいだぞ。だから今困っています。腕と交流どっちがいい？あーどっちかな。でも腕と交流だったら交流かな。どっちも嫌だよ。究極の選択すぎる。選べるわけがない。こういう時は黄金の方を選ぼう。違う、金色の選択肢を選ぼう。公安から寄せられた彼の情報が揃いましたけど、やはり問題のある思想は見られませんね。ということはやはりあれは善意からの逃避行。我らも責めたくはないのですが、このままパッと話してもらうわけには。外に出たら公安に捕まりますよ。ここにいさせてください。まいった、この場の全員を納得させるだけじゃダメみたいだと頬に指を当てたシルビアさんが、エキスナ、公安の方々には何て伝えたの？正体不明の男に王女様がかどわかされた。そう、じゃあこういうのはどうかしら。ポンと手を叩くシルビアさん。オーロ、あなたこのノーブル学園の生徒にならない？は、あなたは今日転入する手はずだったの。それで私はあなたを案内してあげたのよ。なんかそんなことで良いんだったらなんかもっといろいろありそうだけどな。正体不明の男でなくお友達なの。私を連れ去った男は、転入せずにお友達っていうのはなしかな、いいけど転入しても。ジーヤたちはそれを勘違いした。で、ちょっと恥ずかしい立場になってしまうけど、我らの恥は問題ではございません。シルビア様のお気持ち一つにございます。じゃああとはオーロの気持ち一つね。どうかしらオーロ。転入って、ここって超お金持ち学校だろう。いきなり言われても経済的にもあれだし、何より俺もう学園にはダメなの？いや、俺は腕か交流か転入です。転入だ。そう言われると即答するしかない。やった、これでオーロはクラスメートね。まだクラスが一緒とは決まってないぞ。周りはちょっと迷っているようだが、ジーヤ、手続きはよろしく。シルビアさんはもう決めている。それを確認すると周りを囲む数十の黒服は全員了解しました。そのように処置いたします。ええ、お願い。はい。
すべてはシルビア様の望む通りに。納得した様子で包囲を解いた。究極的にはこのお姫様の命令が絶対のようだ。まだちょっと混乱しているが、サーベルを抱えたじいさんが出て行ってくれて一安心。あとシルビアさんの喜びようにも張り詰めていた気分をほぐされた。まいったな。その後、シルビー様、午後の授業始まっています。お早く。はいはい。エルさんとシルビアさんは焦って慌てちゃった焦って去っていった。そういえば今まだ昼の2時前、昼休みだったらしい。逃避行からまだ2時間も経っていない。あ、これ今日のことか。まだ密度の濃い1時間だった。最近ずっと自堕落に過ごしていたから懐かしいくらいだ。一松様、日本警察への伝達が済みました。外に出ても結構です。あ、まあ俺も負けないぐらい自堕落な生活をしてるけどな。よかった、最後の緊張ポイントもクリアできた模様。まだ黒服には囲まれているが、じいさんはもうサーベルは持っていない。なんとかピンチは脱出できたようだ。この学校への転入と引き換えに。改めて聞くけど、俺真面目て小部屋に通うの？ごめん、ちょっと噛みすぎてきてる、ごめん。手続きは私どもで済ませます。入試の類も免除していただきましょう。お手は煩わせません。あともう心配なのは経済面なんですけど。シルビア様がそう望まれ、あなたも肯定した以上、保護にするのは避けていただきたいですな。いきなりのことすぎてあれなんだが、こいつあれって言い過ぎだぞ。まあよろしいではありませんか。年齢もちょうどのようですし。一松様は前の学園はもう退学なさっていますでしょう。ああなんか俺中退してるんだ。全部調べられてるか。平日の昼間に街をぶらついてた理由、シルビアさんは学校を抜け出したそうだが、俺はそもそも通ってないからだ。それがろうせず日本有数のエリート校に入れたと思えば、むしろ得だとは思いませんか。うん、得しかない。将来進学や就職を考えても良い工程ですぞ。日本国は出身校が特に就職に極めて重要だそうで。うん、そう言われると将来のことを考えるならいいかも。もともと行ったとこは市内屈指のバカ校だった。ノーブル学園に移るなんて超がつく栄転と言えるだろう。前のとこには未練もないしな。じゃあよろしくお願いしますってことで。はい、明日までに転入手続きは済ませておきます。話がまとまると、じいさんはそれまでの感情の読めない無表情からにっこりと破顔してみせた。これで先ほどの行為は明確に、シルビア様によるお友達のための道案内ということになりました。追いかけ回し、まして取り調べにかけた非礼、どうぞお許しください。二人して深々と頭を下げる。いや、頭上げてくださいよ。お互いに辻褄を合わせる綺麗なのは分かってるけど、こんなことをされると困ってしまう。だが二人は頭を上げず。どうか謝罪をお受けください。勘違いしてシルビア様の友人を追いかけるなど、我らソルティレージ騎士の固権に関わる恥です。私めの若い自分であれば、こんな失態があれば当該の責任者である副長、この私めの腕を取って献上するところですが。ボラルコーチェってもうほとんどボラギノールだよね。上、冗談です。笑いながら頭を上げる。ビビった。さっきからやたらと腕をちぎる話が出てくるな。冗談にしろ、やめてほしい。この人たちは感性の部分が日本人とは違うんだろうか。感覚が日本人とは違うと思いですかね。あ、すごい独身術だ。そんなことは読まれた。そこの知れないじいさんだ。確かに感覚は違うやもしれませんな。日本人でしたら腹を切るところでしょう。それは時代が違いますよ。時代を差し引いても言い過ぎだ。思ったが。しかし違う感覚は文化だけ。我々も心根は日本人と、少なくともこの学園の建てられた意義と同じであることをくれぐれもご留意ください。はい。あらゆる所作所業にはすべからく責任が伴います。人が生まれ生きる上で無駄なことなど何一つない。それがこのノーブル学園の根底だからこそ、シルビア様はご留学をお決めになった。無駄な時間などない。あらゆる時間に腕を取られ、腹を切るくらいの価値を見出してくださいませ。姫様のご友人であればなおさら。
はあ。急に真剣な顔で言われる。言ってることはよくわからないので、こっちは戸惑うばかりだった。まあ、無駄な時間などない。今の俺には身につまされる言葉だが。と。当てた、ギャル。遅れちゃった。おや、キサキ様。もう授業は始まっておりますよ。ああ、こいつがキサキだったのか。ああ、ジンヤさん。ジース。もう、シルビー見つかったなら早く教えてよ。探したよ。失礼を。しかし私どもはあなた様まで外にいることは知らない手はずでしたゆえ。ちぇ、その人誰？新しい騎士さん？編入生にございます。明日よりキサキ様にとっても同級の語学友になられます。あー、なんか一番可愛い気がするぞギャル。おっと、顔を覗き込んでくる女の子。え、この子もここの生徒？さっきまでお姫様だの女騎士だの相手にしてたし、超エリート校なんだからもっと見るからに金持ちって子しかいないと思ったけど、なんか普通のギャルっぽいな。あれ、自分さっき町にいなかった？えほら、1時間くらい前駅前のナップでシェイク買ってたっしょ。私の前に並んでたよ。ああ駅前のナック、シルビアさんに会う前にいたのは確かだ。後ろの客なんて覚えてないけど。覚えてるよ。平日の昼間なのに学校行ってないのかなって思って。なんだよ、転入かよ。じゃあ今日は手続き的なのだったのね。ま、な、ついさっきそういうことになった。黒服さん二人が苦笑している。私レイナ、キサキレイナね。よろ。レイナか。ああ、よろしく。オーロだ、一松オーロ。オーロね、覚えた。にぱっと笑うレイナ。超絶美形なシルビアやエルと違って日本人的な愛嬌のある顔で普通に可愛い。ああ、だからか。だから俺も可愛いと思ったのか。と、授業ベーは。ベーは。ジンヤさんにオーロ。トリマ、挨拶までってことで。ピンとウィンクして背を向ける彼女。ああ、キサキ様。はい。あ。呼び止められて自分の持っているものに気づいた。アメナメながら教室に入るのはまずいわな。へい、オーロ。パス。お。渡された。あげる。裾上げ。お裾上げ。それそれ。じゃ、去っていった。残されたのは歯型のついた丸いキャンディこの学園に王女様通わせていいの？シルビア様の望んだことです。あ、どうしたんだろう、歯型のついた飴食べたかな。チャンネル登録よろしくにゃん。